行きます。どうも、竹ベースです。いきなりですけど、皆さん配線が燃えるの見たことありますか？あ、というのもですね、よく私の動画や他の方の動画でもですね、コメント欄の方に、そういう配線の仕方したら最悪車燃えるぜみたいなコメント、たまに見たことあるかとは思うんですけども、実際燃えるのっていう、そのうち燃えるのじゃ見たことあるのっていうことで、今回はね、それを実際本当に燃えてしまうのかっていうのを実験してみたいと思います。ちょっとね、危険な実験になるので、安全には万全を期してやりますので、見てもらえたらなと思います。まず配線が燃えると言われている、その一番の理由が、一番怖いのがショートですね。よいしょ。これ車のバッテリーです。ショートっていうのは、こっちプラスの端子でこっちマイナスの端子なんですけど、正常にプラスからマイナスに電気負荷がかかっていればこれで終わるんですけど、電気負荷なく、ただただ配線がそのままパチッとプラスとマイナスとくっついてしまうことをショートと言います。大概の場合はこのヒューズっていうのを配線のプラスからのところにこう入れてあるので、ショートしてもこのヒューズが飛ぶことになってるんですけども、いわゆる抜直の回路と言われる、バッテリーから直接持ち込んだような配線でヒューズを付け忘れたりした場合、果たしてコメントとかによくある通り本当に燃えるのかっていうのをこれから検証してみたいと思います。タケです。というわけで、実験はもう至って簡単。ここにバッテリーがありまして、プラスとマイナスをここに持ってきます。で、ここにプラスで、このマイナスをこれで挟むということによって、プラスとマイナスのショートが起きます。ヒューズも何もないのですごいことになる予定なんですが、ちょっと私もまだやってないんで分かんないんですけど、こっちの配線が太いんで先にこっちが行ってしまうということ予定でやってます。まあ、何があってもいいように水も用意してやってますんで、てなわけで、じゃあちょっとかけていきます。いきます。燃えちゃいました。こんな感じです。あっという間に一瞬で燃えました。ほら、こういうことです。これでヒューズの大切さっていうのが分かってもらったと思います。実際車が燃える説本当でした。タケです。はい、というわけで今実験一つ見てもらったんですけど、ついでなんでもう一つ実験したいと思います。さっきのはヒューズがついてませんでした。ヒューズがついてないから危ないんだと、ヒューズがついてないから燃えたんだということで、今度は少しちょっと違う回路を作ってみました。これ車のヘッドライトとかのバルブ1つ 55W が3つです。でもちろんヒューズをかませて、ヒューズフロプラスの電気からヒューズをかませて、また分けして3つでアースついてます。この状態で一旦点灯します。まあ、もちろんつきますよね。でこの時の電流が、ここが 13.9、まあ、14A。ちょっと今ここにヒューズ 15A なんで、すごいギリなんですけど、今ちょっと実験なんで今これだけの電気をつけていると。でもちろん配線も容量にあったのでつけているということです。でこれからやる実験はこれを割り込ませてみようと思います。これ 0.5 スケアの線、 0.5 のスケアは 60W の 5A までしか流せません。いわゆる配線が容量オーバーした状態です。この状態でどうなるかっていうのをちょっと実験します。準備ができました。このここに割り込ませたこの黒い色の配線、この部分、白いタオルの上に乗ってるこの黒い配線が、容量がその3倍近い 14A を今ここからここに流してみます。ちょっとどうなるか私もね、やってもないんで分かんないんで楽しみなんですけど、いきます。点灯。まず今のとこなんともないですね。結構耐えるんだね。あ、ちょっと配線は熱くなってます。熱くなってきましたね。まあでも即座に燃えるってほどではないっていう感じ。これ意外な結果でしたね。もっとダメなのかと思ったら、
あったかいです。そんな熱々触れないって感じではない。あったかい。ほんのりあったかいかなぐらいの感じです。竹です。というわけで、急遽作りました。卓球が 0.5、今度はこれ、0.2 スクエアの配線です。0.2 スクエアは配線に書いてる、ここでいくと30ワット以下ということなので、これに、じゃあ15アンペアほど、14アンペア流した場合、どうなるのかをちょっとやってみます。いきます。14.7。これも結構耐えてますね。耐えるな。ちょっと触ってみます。あ、でもさっきよりだいぶ熱持ってますね。熱いっす。普通の状態の配線ではないです。完全に熱いです。熱持ってます。これ皮膚溶けないかな。溶けるまではいかないんだね。まあでも、なかなかの結果ですね。結果、熱かったけど、なんとか耐える。でした。竹です。はい、というわけで今、2つの実験を見てもらったんですけども、まあ、意外な結果の部分もありました。まずこのね、ここに書いてる配線容量以上の負荷をかけた時どうなるか、ね、意外でしたね。もっとドロドロと溶けて視聴者さんをわお危ねえなって思わせたかったんですけど、なりませんでしたね。 0.2 スクエアなんで30ワット以下って書いてるところに165ワットもうかけてみたんですけど、まあ熱くはなりました。もうすごい触ったらもう熱っていうぐらいまで熱くはなりました。まあでも燃えたり溶けたりまではいかなかったです。ただ短時間だった部分もあるかと思います。だからといって大丈夫じゃねえかと、細い配線でもいいよって思わないでください。全然危なかったんでね、正常な状態ではもちろんなかったので、お気をつけていただくのと、あともちろんこっちですね。ほら、ジェーン。完全に火事場のやつですよ、これ。これが、ショートの怖さです。ちょっと私黒いから分かんないな。私黒くて分からないかもしれない。ちょっとこのね、こんな状態、もう完全にいっちゃってますよ、ね、まさかあんなに早く燃えると思わなかったですね。この動画見て、いやヒューズなしで直接マイナスに行くことなんてって思った方、それはありえないよと思った方いるかもしれないんですけど、私これと同じ状態のものを実際現場で見たことあるんですよ。決して他人事じゃないので、まず必ずヒューズをつけてくださいっていうのと、配線はもちろんね、配線の容量に合ったものをつけてくださいということです。まあ実験の検証の結果、配線燃えるよ燃えるよって言ってるコメントの方々は正しかったということで、今後も皆さん気をつけてください。